視聴者の皆様、こんばんは。ルグランジャポンの桑原と申します。今夜は、寺田ワインマーケットとルグランが共催するこのプリムールイベントをご覧いただき、ありがとうございます。今年で4回目となるこのプリムールの配信ですが、昨年開催のイベントもおかげさまで好評いただきましたので、今年もオンラインにて開催をさせていただく運びとなりました。さて、失礼しました。本日は2部構成になっておりまして、第1部はボルドー地方サンティミリオンのシャトー・アンジェルスオーナー家よりステファニー・ド・ブワール・リボワール女士をお迎えして、セミナーをライブ配信いたします。こちらは英語の解説となりますので、日本語の通訳を交えさせていただきます。また質疑応答の時間も取らせていただきますので、セミナー中にご質問がございましたら、Zoom の、Q&A の質問機能よりお気軽にご質問を入力ください。その後第2部はステファニーさんは退出をいたしまして、本日のゲストで昨年行われたアンジェルス主催のソムリエコンクールで見事優勝し、シャトーのアンバサダーを務める銀座レカングループ総支配人兼エグゼクティブソムリエの近藤裕也さんをお迎えいたしまして、プリムールのワインを試飲しながら、ボルドーワインやプリムールについていろいろとお話をしてまいりたいと思っております。こちらはすべて日本語で進めてまいります。1部、2部合わせて1時間半ぐらいを予定しておりますので、どうぞ皆様お付き合いください。それでは第1部に入る前に、今一度プリムールのシステムについて私からご説明をさせていただきます。まず改めまして、プリムールの仕組みを簡単にご説明させていただきます。昨年2023年にボルドーで収穫をされたブドウがワインとなり、現在まだ樽の中で熟成をされているわけですが、そのまだ樽の中に熟成をされているワインを先に販売をする仕組みです。実際にワインが瓶詰めをされて市場に出てくるのが約2年後の2026年となるわけですが、要するにまだ市場にワインが出てこない段階で先に販売をするということです。ボルドーでは18世紀、1700年代より行われてきた歴史あるシステムです。シャトー側には瓶詰め前のワインを販売することにより、資金繰りの面で利点がありますし、購入者側としては市場に出た後の価格よりも安価で購入ができるということと、入手困難なシャトーのワインを早い段階で確約できるという利点があります。そしてもともとはプリムールでワインを購入するのは世界各国のインポーター、プロがメインだったわけですけれども、近年では個人の愛好家の方々も購入するようになり、日本でも少しずつ定着をしてきました。それでは早速、第1部に入ってまいりましょう。改めまして、本日はシャトー・アンジェルスオーナー家より、ステファニー・ド・ブワール・リボワール女子を迎えております。ステファニーさんはボルドーで生まれ、サンテミリオンで育ちました。ボルドー大学経済学部およびグランジェコールを卒業後、ロンドン、スイスで名門銀行でのプライベートバンキング部門の仕事をされていました。世界最大のワイン教育機関である WSET の上級資格、アドバンストサーチフィケートも資格を取得されており、2012年に入って間もなく、お父様で、シャトー・アンジェルス前当主のユベールさんからのシャトーの経営参画の打診を受け、金融の仕事を辞め、ファミリービジネスに専念することを決意されてから、アンジェルスのゼネラルディレクターに就任をされました。就任後より様々な革新を起こし、今後さらなる活躍を期待されるステファニーさんですが、本日はシャトー・アンジェルス、また2023年ヴィンテージについてお話を伺っていきたいと思います。それではステファニーさんにマイクをお渡しいたします。ステファニー。Oui, yes. On peut commencer? Absolutely, we can. Sure. Good afternoon, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. I'm delighted to present you Chateau Angelus, the estate, and of course, the vintage 2023 that is called La Franchie in French, the Independent in English, because of its characteristics directly linked to the weather, to the very complex and delicate weather. We will see that in a moment. I think we'll start with a video of the vintage itself so you can understand better and see also
the inside of Château-Angélus, the harvest picking, and also the tasting with the blend of the vintage. So after this video, I will take you through into further details into this vintage for Carillon-Angélus and for Château-Angélus 2023. And of course, I will tell you more also about the estate, about the philosophy, about the history of Château-Angélus, and I will be happy to listen to your questions. So we can start with the videos. Thank you. 皆さん、こんばんは。今日はですね、シャトーアンジェについて、お話しできることを本当に嬉しく、思っております。そして、このセミナーで2023年のキャラクターの、ヴィンテージのキャラクターをですね、お話しさせていただきたいと思います。私ども2023年ヴィンテージは、フランス語でラフランシーというですね、これ日本語で解放という意味なんですが、こういうふうに名前をつけました。さまざまなですね、気候条件がこのヴィンテージに、関わっております。そしてですね、まずこれから皆さんに、ビデオをちょっと、ご覧になっていただいて、そしてそれからですね、2023年ヴィンテージについてお話をさせていただき、そして、カリオンドランジュルス、ランジュルス、そしてシャトーアンジュルスについて、の醸造やハーベスト、収穫ですね、そういったものを、お話をさせていただきたいと思います。それでは皆さん、まずは動画をご覧になってください。Le millésime 2023 a été baptisé La Franchie, étant donné sa nature, son caractère insolent, la climatologie complexe et délicate auquel les vignerons ont dû faire face tout au long du cycle végétatif. Et nous avons, après un printemps doux, un été malgré tout plutôt frais, malgré un pic de chaleur d'une semaine, nous avons eu une récolte très généreuse. Nous avons surtout pu amener à maturité les Merlots et nos emblématiques Cabernet Franc avec des peaux épaisses, une très belle maturité pelliculaire. Un assemblage classique à Angélus, 60% de Merlot, 40% de Cabernet Franc. Chrome, c'est qui? C'est moi. Alors regarde, ça. Et Antoine? Non, c'est pas vrai. Il est beau ou pas? Oh oui. Alors vous le remettrez dedans, vous faites attention. Je trouve que c'est vraiment un millésime dans lequel il y a beaucoup de fruits. Ça me rappelle un petit peu un millésime qu'on avait un peu laissé passer au départ, parce que c'est ces millésimes qui sont typiques de ces grands millésimes de Saint-Émilion, dans lequel il y a de la fraîcheur, il y a du fruit, mais il y a quand même tout un côté très onctueux des tanins. Et ça me rappelle un peu 2001, ce côté purement aromatique avec un volume dans la bouche. Alors, il n'y a pas le côté presque méditerranéen qu'on peut avoir dans des millésimes très chauds, mais il y a quelque chose d'extrêmement précis et que j'aime beaucoup, qui est très voluptueux dans la bouche, avec une espèce de cerise noire. Ensemble, on a tous travaillé à ce que la pureté, l'élégance, l'intégration du fruit, le travail en amont des extractions, le froid, etc. Tout ça, on l'a travaillé et je pense que la lecture est sans doute un peu différente aujourd'hui par rapport à 2001, mais l'esprit est le même. Une fois encore, je crois que Angélus a pu démontrer comment triompher de l'adversité, de conditions climatiques complexes. Elle arrivait à donner un vin avec beaucoup de profondeur, qui à la dégustation nous apporte beaucoup de tension, de fraîcheur, d'élégance. Je crois que ce qui ressort particulièrement, c'est cette pureté aromatique qui est un fil conducteur depuis plusieurs millésimes à Angélus, avec une définition et une précision qui ne cesse de progresser. C'est un peu une des singularités d'Angélus, au-delà du Cabernet Franc, qui est la signature de nos vins, d'arriver à surmonter les difficultés d'un millésime plus complexe. Very good. Can I continue with the presentation? Yes, please. Very good. So through this video, you saw and you started to get to understand this very particular
vintage 2023 that has been marked by a tough climate, particularly during the spring. We could say that 2024 is showing the same. So the spring is quite delicate with storms, with high pressure for vine growers. So that was all the difficulty to handle, to cope with the weather, and to manage to get the fruit not only ripe, but also in good volumes. You know, it was very important. So that was the main challenge all along spring, but also through the summer. And this is something that the vine growers have been working very hard. And one key element was really the precision and the rigor. We could not be approximate in this particular vintage. We had to be extremely precise. Yes, thank you. まず最初にですね、このビデオをご覧になっていただいて、2023年ヴィンテージの、まあ、特徴というのが少しご理解いただけたかと思います。まず最初にですね、本当に春先ですね、非常にまあ難しいヴィンテージでした。そしておそらく今年の2024年ヴィンテージの春もですね、まあ、いろいろ難しい年であって、まあ、2023年、24年両方ともですね、この春先というのは、まあ、嵐があったりとか雨が降ったりとか、まあ、非常にですね、いいワインを作るにあたってさまざまな、まあ、困難があったと。それはですね、ワインの熟度だけではなくて、まあ量ですね、量にも非常にかかってくると。そして、まあ、2023年の夏もですね、まあ、非常にまあ難しかったと。で、私たちはまあ大体というようなことはせずにですね、非常に去年の夏はですね、正確性が求められる時期でありました。There are vintages where the nature is very easy, is very generous, there is not much to do, and we try to be the least interventionist. But 2023really made us worried and preoccupied. That's why I insist on the fact that we had to be to show an extreme rigor in all the decisions taken in terms of timing, to be extremely precise, but also in terms of the work we were doing, the intensity more or less in the vine. That was so important.And that's why in 2023, generally speaking, the vintage has been quite heterogeneous. Some estate has produced a lot. And it's the case for Château Angélus. Some estate have produced almost nothing, have lost most of the crop. And also the difference in terms of taste, in terms of identity, in terms of expression, in terms of quality itself, intrinsic quality, is very different on 23 vintage.はい、まず最初にですね、まあ、2023年ヴィンテージというのは非常に、まあ、豊作といいますか、ブドウがすごく元気があった年でございます。例年ですね、私どもあまり畑に対してこう介入をすることはあんまりないんですけども、2023年に関しては非常に、まあ、私どもいろいろな介入をした年でありました。まあ、やはりですね、それは非常に収量が大きくて、ブドウの木が非常に、まあ、勢いがあったということです。そして2023年は私どもに関してはすごく豊作だった年です。ただし、これはすべてのシャトーに言えたことではなくて、あるシャトーは多くのブドウを失ったところもありますが、あるところは、まあ、私たちのようにたくさん収穫もできたというようなヴィンテージでございます。So after having said that, what we can say about 2023 is that its main characteristic is really that it is expressing the terroir, particularly the terroir and the identity of the terroir. What I mean by terroir, I mean, of course, the soil, I mean, the climate, I mean, the
great variety, and I mean the human hand as well, what a human will bring with all these elements. And 2023 really showed the classicism. It's not classic, but the classicism in tough conditions. And Château-Angélus is very known for, I'd say, succeeding or managing in tougher vintages, in more complex situation, more complex, more delicate weather conditions, to really show what the terroir is capable, what the terroir is about, and to reveal the identity of the terroir. Would it be difficult in a very easy, fantastic vintage to succeed and to produce a great one? Not that much. But in a more complicated vintage, I think it is even more challenging, and there's a sort of a proudness to manage, really, to come out tougher conditions. はい、2023年はですね、まあ、非常にあのテロワールですね、をまあ表現している、まあ、あの年だというふうに考えております。まあ、そのテロワールというのは、まず土壌であったり、ブドウの品種だったり、そして大きなことなんですけども、まあ、人間と、そこに働く人間。こういった、テロワールをがワインによく反映されたヴィンテージだと。で、まあ、私どもは、まあ、クラシックというよりか、クラシシズムというですね、まあ、あのそういった表現をしたいと思いますけども、まあ、アンジェルスというのは、まあ、こういうですね、非常に、まあ、難しい都市でこそ、まあ、素晴らしいワインができるというふうに考えておりまして、まあ、グレートヴィンテージであれ、いい年で、あれば、もちろんいいワインができるんですが、私ども、アンジェルスに関しては、非常に難しい、まあ、デリケートな、こういう、年でこそ、素晴らしい、ワインができると。まあ、それはやはり、こういったテロワール、土壌、ブドウ品種、そして人間が関わってくるものと考えております。So I mentioned briefly that the volumes for 2023 at Château-Angélus were quite significant, quite consequent, and also what imports the most is the quality. So all the team in the vines managed to face and to manage and to control the mildew pressure, which in the end allow us, you know, to be safe, to be really happy, very happy with the vintage. And that's the reason I mentioned the independent. We were worried at the beginning of the season. We were not sure what to expect in terms of volumes and in terms of quality. And in the end, after all of these efforts, all of this work, all of these, you know, energy and decisions taken, as mentioned very precisely, we ended with not only generous volumes, but also a very beautiful vintage that I'm going to dig in now. まあ、2023年はまず質、量ですね、非常にこれは大きかった、多かった年でございます。ただ多いだけではなくて、非常に品質が、まあ、良かったと。まあ、私ども、特に春先ですね、ベト病が非常に広がりまして、まあ、スタッフはこれをいかにコントロールするかということに、まあ、努力をしてくれたと。そして、まあ、その後もですね、様々な難しい困難があったんですが、まあ、このヴィンテージは私ども、フランス語でラ・フランシー、まあ、解放というふうにつけましたが、まあ、最初はですね、正直品質も量もどういうふうになるかわからなかった、まあ、そういったヴィンテージでしたが、最終的にそういった多くの困難を乗り越えて、品質、そして量とも非常に素晴らしいものになったと申し上げております。We started to harvest on 14th of September for the Merlot until 25th of September. And this is really the, I would say, the average date. It's not early, it's not late. So we're really on the average. That's for the Merlot. And for the Cabernet Franc, we started when we ended the Merlot, so 25th of September, and we finished on 1st of October. はい。
まずですね、収穫でございますが、メルローに関しては9月の14日に収穫を始めまして、9月の25日に、終えました。これはですね、遅くもなく早くもなく、非常にまあ平均的なとあのタイミングだったと。そしてカベネフランに関しては、メルローの収穫を終わった、9月の25日に始まりまして、10月の1日に、収穫を終えました。And these dates include, of course, our three wines, number three, Angelus, Carillon Angelus, and Château Angelus itself. So this is the whole domain. The whole domain accounts for 130 hectares, the whole domain. So it's Saint-Émilion plus the Bordeaux vines. And if we focus only on Saint-Émilion, it's about 62 hectares located in Saint-Émilion. For the Grand Vin and for Carillon Angelus and the number three. はい、私どもにはですね、3つのワインがありまして、ニューメロトロワというナンバースリーというもの、そしてカリオンドランジュラス、そしてシャトーアンジュルス、この3つがございます。そして私ども全体で130ヘクタールの敷地がありまして、そのうち62ヘクタールがサンテミリオンのアペラシアにございます。これはカリオンドランジュルスとシャトーアンジュルス用のブドウが栽培されております。I think we can start talking about Carillon Angelus, the blend of Carillon Angelus, and if you can show on the screen, probably the pictures that we have. I don't see anything, so I don't know when it is. I just see my picture, that's all. It's interesting, I think, to see where we produce Carillon Angelus. And first of all, the blend for Carillon Angelus 2023 is 90%, 90% Merlot and 10% Cabernet Franc. はい、まずは最初にですね、カリオンドランジュラスの方からお話をさせていただきますが、品種に関して言いますと、90%オーメルロ、10%カベネフランでございます。Carillon Angelus is about is a little bit less than 50 hectares, 50, located across the appellation of Saint-Émilion. So it means in three different blocks. One block being located in the area of the Figeac Cheval Blanc. One block being located in the periphery of Angelus, and another block. Is situated in Saint-Christophe-des-Bardes, that is completely at the opposite of the appellation, which means we have three different blocks that are really complementary, sitting on different soils. So for the first one, it is mostly composed of clay and sorry, sand and gravels. For the second one in periphery of Angelus, mostly clay. And finally, the third one, mostly limestone. It is really the mosaic of terroir of Saint-Émilion that built this Carillon Angelus in its new era. And this is a new era since 2016 vintage. まずですね、カリオンドランジェルスは、センタミリオンの畑50ヘクタールから生まれます。そして、この50ヘクタールは3つのブロックに分かれます。1つは、フィジャックとシュバルブランに近いところ。そして、これは、砂やですね、砂利が多いテロワール。そして、アンジェルスの近くの畑。これが、粘土質土壌。そして、最後に、ちょっと離れたところに粘土石灰質土壌の区画があります。そしてこの3つの異なるですね、テロワールから収穫されたブドウがそれぞれブレンドされて、まあ、それぞれお互いに補いながら、この、カリオンドランジェルスのワインを作っていると。そしてこういった、まあ、ものというのは、まあ、新しい、まあ、やり方なん、あの、カリオンドランジェルスのスタイルなんですが、それは2016年から始まりました。And since I took over the estate, the management of the company, I decided to
to make a real evolution for Carillon Angelus, and so to make it not anymore a wine per default, a second wine, but a wine that has its own identity, its own style, its own definition. And that's the reason why we started to buy different plots across the appellation of Saint-Emilion that we picked with a lot of care and attention to match and to create this this new Carillon Angelus, really being a sole and unique wine and not a little so-called little Angelus. 私がですね、あのシャトーアンジェルスのを、まあ、あの継いだのが2012年でございまして、まあ、それからですね、カリオン・ド・ランジェルスに関してはいろんな、まあ、改革をしてまいりました。まあ、あのカリオン・ド・ランジェルスはアンジェルスの、まあ、セカンドワインというようなイメージを持ってますが、今そうではなくて、独立した、独自のそのアイデンティティ、独自の、まあ、あのスタイルを持った、それ自体ですね、一つのワインであって、決してアンジェルス の, あのセカンドではないと、そういったワインを作り始めました。Can you see on the screen the a picture of the Carillon cellar? Exactly, yes. Okay, very good. Because as I said, I don't see. So, if what I'm talking about had as a consequence, we had bigger.More significant volumes of Carillon Angelus after buying these plots. So we needed to have a new cellar to vinify, to produce the wine, the new Carillon Angelus. And also we wanted to have a tool that was really matching our expectation in terms of quality, in terms of precision. So the cellar that you see has been finished building in 2019.So it's fairly new and it is quite spectacular by its size and by its architecture. It is a half buried cellar that allows us to have an optimized insulation for the temperature, of course, and with a very strong research of environment as well. So we have photovoltaic roofs.We collect so we can, you know, produce electricity. We collect the rainfalls as well that we reuse afterwards. So that was important. More to go back to the cellar itself, I mean, for winemaking, what we had in mind building this cellar was to have full gravity. And so I don't know if you can see the inside of the cellar, but the vats are suspended from the ceiling. So not only we have the gravity, but also it savesspace, you can walk underneath, and the V shape, the tronconic, the inverted tronconicity makes it very interesting in terms of surface of contact being larger at the top than at the bottom. So the surface of contact is more important. So we have a smooth and delicate extraction. And also when emptying the vat, the grapes,the skin rather, would really auto-pressure on their own weight. And so we don't need afterwards to have a strong press. We can be very delicate, very gentle, and it preserves the integrity of the fruit.はい、こちらですね、今皆さんご覧になっているのはですね、カリオン・ド・ランジェルスの新しい醸造所でございます。これは2019年に、まあ、完成したと。まあ、私ども、畑を拡大するにあたって、まあ、より正確な、よりパーセルごとに細かく、まあ、醸造をしていきたいと。そして、まあ、サイズもですね、そして、まあ、品質も、まあ、いいものを求めていきたいということで、この新しいセラーを着工し、完成しました。まずですね、半分、この醸造所の半分はですね、地下に埋まっておりまして、まあ温度のコントロールがしやすい、そして、環境に配慮した作りになっておりまして、天井にはですね、庭園があったりとか、あるいは、雨をですね、回収したりとか、あるいは、ポンプを使わずにですね、まあ、重力、グラビティでですね、ワインを移動させる、そういったものを、
機械をですね、設備を導入しております。そしてですね、醸造タンクなんですけども、これはですね、宙に浮いているもので、逆三角形になっているんですね。これは上の方の面積が大きくて、下の方が小さくなっているということで、非常にですね、デリケートなタンニン、あるいは非常に抽出がですね、エレガントに軽く、軽い繊細なワインがこの醸造タンクによって使われています。そして、ワインを引き抜き、タンクから引き抜くときも、ポンポンを使わずに上から下にスムースに液体が流れていく。こういったですね、さまざまな環境を配慮した、セラーを2019年に、完成して、これはすべてカリオンドランジレスのためだけに使用されております。Now, the wine itself is a real beauty. It's very, first of all, we have a very nice and frank attack. Then we had a beautiful, very velvety mid palate with a nice flesh, nice density. And the end is extremely delicate and is persistent. It's a wine that is very soft, very generous, has a nice complexity, but is quite approachable at an early stage, which I like, with very fine tannins. You can't, I unfortunately we don't send samples while having our wines en primeur, but I hope, I'm sure you will enjoy it at an early stage once it's bottled. It's really a vintage we will be able to enjoy soon after bottling, particularly for Carrière-Angelus. まずカリオンドランジスの味わいですけども、まず最初にですね、非常に率直な、分かりやすいワインで、ベルベットのような舌触り、そしてデリケートで、そしてソフトだと。でも味わいはふくよか、リッチで、アプローチャブルという表現をされましたが、非常に、楽しみやすい、わかりやすい味わいになっております。そして、タンニンはですね、非常に細やかだと。残念ながら、プリムールのサンプルを、日本には送ることができないんですけれども、瓶詰めをした後ですね、すごい早い段階から、楽しめるスタイルに仕上がっています。Now, going to Château-Angélus 2023, Château-Angélus is produced on the estate, so on the main cellar. But I will say a word after the description. The particularity of Château-Angélus wines, one of them, is the high proportion of the Cabernet Franc, the emblematic Cabernet Franc, also called Boucher, on the right bank. And this year, the blend is 60% Merlot, 40% Cabernet Franc. では次にですね、シャトーアンジェリスについて、お話をさせていただきます。シャトーアンジェリスは、私どものメインセラーで生まれている、作られているワインですが、特徴的なのは、カベネフラン。ウガンではブーシェと呼ばれておりますが、この比率が高いことです。2023年ヴィンテージのブレンド比率は60%メルロ、40%カベルネフランでございます。What I decided in 2000 with the vintage 2016 was to refine the outline of the wine, was to be to bring even more precision to the wines, more pixels to the image of the wine, and to also make an evolution in the ratio power elegance slightly in favor of the elegance. This started with 2016, so it's an evolution, a slight, tiny evolution of the style of Château-Angélus that I'm, producing with my father, a four-hands partition. And in 2023, it is very suitable. I mean, these actions with the precision, with the finesse, with refining the outline of the wine are really coming out. And if I had to say to pick one characteristic for this vintage is the aromatic purity that I think is really, we went very far
we really push to have the purest aromatic purity. はい、私どもですね、2016年から少しスタイルの目指すスタイルを変えていきました。よりですね、性格性のあるワイン、そして、まあ、力強さとエレガントのこのバランスをですね、よりエレガントな方向へ、行こうというふうなことをですね、2016年から私の父と、進めてまいりました。そして2023年は、この私どもはこれに、進めてきたこのスタイルの変更が、まあ、しっかりと、表現されたヴィンテージだと思っています。非常に、まあ、正確性があり、まあ、エレガントで、そして繊細なワイン。まあ、一言申し上げると、まあ、アロマティックピューリティというですね、香りの純粋さ。これが2023年の大きな特徴というふうに言えると思います。On top of these slight changes, this evolution, there was a subject that we've had thought for many years with my father. It was the wood integration. I considered that we could go beyond in terms of optimization of the wood integration from day one. So from the inception, I thought we should really go beyond.So that's what we did with the first vintage being 2018, introducing some foudre. So they are big casks of 30 hectoliters that make change the content from barrel, you know, to this big content. And so the ratio, the wood ratio is completely changed.Meaning that for the Cabernet Franc, because we only use this foudre for the Cabernet Franc, it really brings something different. The ratio to wood is very, wine wood is very different. So it really preserves the aromas of the Cabernet Franc and it expresses much better. And that's where we get the purity as well, the improved purity that I mentioned earlier. And on top of that,the dissolved oxygen that we try to fight against, to limit, we want to limit the oxygen in the wine, are really in lower quantities because same as the content, the size of the content and the ratio wine oxygen. So this is another advantage and it's really something that is significant. And when we make people, say, you know, wine critics,merchants, whoever tastes from the foudre and from a sample barrel next to it, the same wine, we can definitely tell the difference. And this is really a matter of details, small little details that contribute to have the finesse and the elegance that I'm searching for our wines.はい、そしてもう一つですね、2018年から私ども、まあ、樽のですね、まあ、使い方を少し変更いたしました。特にですね、まあ、小さなバリックからですね、30ヘクトリットルというサイズのフードルというものを、まあ、多めにこう使うようになりました。特にこのフードルはですね、カベルネフラン、ブーシェ、にまあ使うようにしておりまして、そしてまあそうすることによって、カベネフランの非常に繊細な香り、まあ、純粋な香りが保たれるようになると。同時にですね、まあ、酸素との、酸化ですね、酸素との接触というのも、まあ樽が大きくなることによって、酸素との接触もまあ少なくなるので、まあ、この小さな樽あるいは大きなフードルという、で熟成されたワインを比べてみると本当にフードルで熟成されたものは非常に、まあ、繊細正確性があってフルーティーで、まあ、フィネスにあふれたワインに仕上がっているとこのことがですね一つ2018年から進めてきた改革の一つでございますSo the wine itself is very delicate, is very pure, and one characteristic is also its evolution. It is not an explosion when you taste the wine. It is something very progressive, very evolutive, that has a nice mid palate,
And it is not something that is common in 2023 to find the flesh and the mid palate. The wine is well structured. The tannins are perfectly integrated, extremely fine. And it is also, as mentioned with Carillon, a wine with a long persistence. It's with a long finish and the freshness, also the, I'd say the tension and the spiciness that are brought by the Cabernet Franc, the famous Cabernet Franc, that really brings this spiciness, this freshness, this tension. It's like the backbone of the wine. And although the Cabernet Franc are only, if I can say, only 40% significant, but it's not the highest that we've had in the blend, they are very expressive, very very characteristic of the blend. They really come out. So it's a wine full of elegance and with a nice energy and vivacity as well. はい、まず、シャトー2023年シャトーアンジェルスの、スタイルでございますが、非常に、デリケートで、ピュアで、非常にこの、表現豊かなワインでございます。そして、口の中に含みますと非常にフレッシュ感があって、それでいて、構造もしっかりしていて、タンニンは非常に、繊細なものだと。余韻は長くてですね、フレッシュ感があって、緊張感のあるワイン、そしてスパイシーなようなワインです。このスパイシーさ、あと緊張感のある、フレッシュさっていうのはカベネフランから来ます。カベネフランは 40% 今年ブレンドされております。これはですね、私どもにとって一番こう比率の高い年ではないんですけども、カベネフランの特徴が非常によく出ていて、エレガントで、そしてエネルギーに満ちたスタイルに仕上がっていると考えております。So after having, you know, spoken about the wines, and one more time, I'm sorry we can't make you taste at this moment, but we'll be very happy to make you taste when the wine is ready, is bottled. Now I think I can say a few words briefly to conclude about the family, the estate, and the philosophy of Angelus. はい、それでは最後にですね、本当に皆さんに、ご試飲、今このテイスティングの、ね、ご試飲を、させて、していただくことができずにですね、大変申し訳ないと思っておりますが、ワインがですね、瓶詰めされた後にですね、ぜひ皆さん楽しんでいただければと思います。今日はですね、シャトーアンジェルスのファミリーについて、そしてシャトーについて、そして私どものフィロソフィー、哲学についてお話をさせていただきました。So I'm not sure what was said at the very beginning in Japanese as an introduction, so I will be short. But Château Angelus is one of the largest estates in Saint-Emilion. That has belonged to the same family for more than two centuries. I'm the eighth generation. The ninth generation is already involved in grape picking, as you have seen on the video, very, very enthusiastic. I am the one responsible on the eighth generation to continue to write the history, new chapters of Château Angelus for, I hope, long time, with two main challenges. One being to continue to produce the greatest, the finest wines at Château Angelus, to maintain Château Angelus at the summit of its appellation. And the second challenge being to maintain our estate in our family for the longest period as possible, for more generations, passing and transmitting to the generations. 最後にですね、私どものファミリーについてお話をさせていただきますが、シャトーアンジェルスは、サンテミリオンで、非常に大きな、シャトーでございまして、200年以上にわたって続くシャトーでございます。そして、8世代にわたるファミリーで、私どもは情熱を持って、やってきました。私にとって2つですね、目的がありまして、1つは、引き続き素晴らしい偉大なワインを作っていくこと、そしてもう一つは次の世代に今のワインをですね引き継いでいくこと、この二つを胸にですね頑張っていきたいと思っております。As a family owned, yes.
ステファニーさん、ありがとうございました。ちょっと一部の時間がですね、ギリギリになってしまったんですが、一つだけ質問コーナーをさせていただいてもよろしいでしょうか。Stephanie, can I ask a question? Sorry, at the end, I'm sorry. Now it's time really at the end. So, first of all, could we ask? We have some several questions to you. Is it okay for you to ask the questions? Sure. I just wanted to say one sentence to conclude, but of Yes. course, yes. One conclusion, please, first. Yes. Sorry, sorry. So I understand, no problem. As a family-owned estate, we have a long-term strategy, long-term view, and we keep being very dynamic into our projects, into our development. So all the projects that I hope you will come visit and discover, right, is a new cellar, a new vinification cellar at Château-Angélus with suspended vats from the ceiling, same as the one in Carillon, but in concrete, stainless steel, and wooden vats, with new restaurants as well, Michelin star restaurant in Bordeaux, in Saint-Émilion, and with a new farm. So just to finish, to conclude, to say that we are more dynamic than ever, and we're looking forward to welcoming you at Angélus in your next stay. And after that, I'm ready for all questions. Thank you very much. はい、本当に私どもですね、長期的な視野を持って、積極的にこのシャトーアンジェルスの経営をしております。そしてですね、シャトーアンジェルスでもニューセラーが間もなく完成します。カリオンドアンジェルスみたいにタンクがですね、こうつり下がったような、こういったものもございます。そして私ども、ボルドーとサンテミヨンにレストランがございまして、私どもですね、本当に今、かつてないほど情熱を込めてシャトーアンジェルスを運営しておりますので、ぜひ皆さん、サンテミヨンお越しの際にはぜひいらっしゃって、訪問していただければというふうに考えております。それでは質問に答えさせていただきます。はい、ありがとうございます。皆さんもたくさん質問をお寄せいただいてありがとうございました。いろいろ気になるトピックはあるんですけども、ちょっとお時間的に一つしかお答えが、お尋ねができないと思いますので、皆様が一番気になっている、また多数ご質問いただきました、価格についてお伺いをしたいんですけれども、ボルドー全体的に2023年は2022年、前年に比べてお求めやすくなるという傾向を伺ったんですけれども、その価格差についてはステファニーさん、どうお考えでしょうか。Stephanie, we have received many questions from the audience today, but unfortunately we have only one question to ask you, and then one question is that's about regarding the price compared to the 2022 and 2023 is little bit more reasonable than 2022. And could you talk about a little bit, release price of Chateau Angelus for 2023, please? Sure. Well, it's a very interesting question because, we, Château-Angélus, try to define our price considering what we consider is the quality of the wines, is the volumes available on the market, the strength of Château-Angélus worldwide. But we have to take into account the market of Bordeaux, the Place de Bordeaux, the rest of Bordeaux. We can't just be so different or going towards a totally different direction than the rest of Bordeaux. If I had been completely, with no market, isolated just myself, a Château-Angélus in Bordeaux, then I think the price wouldn't have moved that much, perhaps like 5%, because 2022 is an outstanding, a majestic vintage. It's something that is incredible. But 2023 is a very delicate, fine vintage. So your question is very interesting in the meaning that Bordeaux, generally speaking, have applied massive discounts, too big, I think, too big discounts for 2023 that make people question about why is there such a difference between 2022 and 2023. I think 20, the difference is justified in certain cases, not all cases, because some estates have produced 2023 at the same level or even sometimes finer or better than 2022. So it's really linked to the quality. It should be linked to the quality of the vintage itself. But it unfortunately, it is not only, it is not the sole criteria,
because, as mentioned, there is the geopolitical environment, the financial environment, the uncertainty, the anxiety worldwide that people can measure. So that's why people tend to reduce their price, generally speaking, and it's nothing to do with the vintage 2023. はい、非常にですね、面白いご質問だと思います。まず最初にですね、まあ、品質と、まあ、数量、ボリューム、生産量ですね、っていうのが、まあ、私の、まあ、考慮すべき案件なんですが、まあ、あとはですね、私どもも、まあ、アンジェルスだけを考えれば、値段を上げても、まず、クオリティ的にはですね、2023年というのは、偉大な2022年ヴィンテージとね、ほとんど変わりがないというふうに思っております。非常にまあデリケートなスタイルになっていると。ただしね、私どももやはり、ボルドーにいるシャトーとして、まあ、自分たちだけがですね、他のシャトーとから外れたですね、やっぱり価格政策ってなかなかできないと。やはり今ですね、まあ、皆さんなんでそんなに2022年と比べて2023年は価格が安くなっているのか。というところではありますけれども、やっぱりですね、こういう、まあ、地政学的なですね、まあ、要素が大きくて、まあ、クオリティは一緒なんですが、やはり、まあ、いろいろな政治が絡んでいて、どうしてもそういったことを考慮して、市場に出さなきゃいけないと、そういうふうに考えています。そして、まあ、量もですね、まあ、あるところはたくさん取れたところもあれば、あるところは、まあ、あまり取れなかったというところもあるので、まあ、さまざまなですね、まあ、要素を考えて、お伝えしたいのは、クオリティというのは22年と23年と本当にスタイルが違うだけで変わらないんですけども、まあ、そういった世界の情勢というものをですね、考えて、やはりボルドー全体のトレンドをよく見てですね、まあ、やはりそれに従って私どもも2023年ヴィンテージは比較的価格を安くですね、出した理由がございます。はい、ありがとうございました。本当にいろいろまだお伺いをしたかったんですけれども、残念ながら第一部終了の時間が近づいてまいりました。最後にステファニーさんから一言いただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、ラストワード、プリーズ。 Yes. Sorry? Yes. Yes, please. A last, just greeting for the last, please. Yes. Well,thank you very much for your attention and your interest in our wines, in Chateau Angelus wines. I reiterate my invitation, since you're all, you know, linked VIP of Terrada Wine and Le Grand. We will be extremely happy to welcome you with a special greeting when you come to Chateau Angelus to visit us next time. So feel free, the renovation will be finished.In about 1 year time. So it will be a great, great pleasure to continue all of this discovery of Chateau Angelus and make you taste our wines. ありがとうございます。はい、皆さんですね、本当にテラダのお客様、ルグランのお客様とこういう機会を設けられて本当に嬉しく思います。私どもシャトーのですね、今リノベーションが進んでおりまして、約1年で完成します。ぜひシャトーにいらっしゃるときにはまた見ていただければと、私ども心から歓迎させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこのまま第2部に参ります。ステファニーさん、ありがとうございました。どういたしまして。ありがとう。皆様、第1部をご視聴いただきありがとうございました。第2部のプリムール座談会はこのまま進めさせていただきますので、ぜひ退出せずに接続したままご覧ください。また第2部は事前収録となりますため、オンラインの質疑応答機能が使えません。事前にいただいた質問をですね、2部後半に近藤さんに質問していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは改めまして、本日のゲストを紹介させていただきます。銀座レカングループ総支配人兼エグゼクティブソムリエの近藤優也さんです。近藤さんは昨年行われましたシャトーアンジェリウス主催のソムリエコンクール、トロフェアンジェリウスの流行る第1回で見事優勝され、現在はシャトーのアンバサダーとして活躍をされています。またこのプリムール配信の記念すべき第1回、
2020年ヴィンテージの会にもご参加をいただきまして、今回3年ぶりのご出演となりますが、本日はシャトーアンジェルスのみならずボルドー全体のお話もお伺いできればと思います。近藤さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではシャトーアンジェルス記念すべき第1回のコンクールで優勝されたということなんですけれども、はい、近藤さんにとってアンジェルスとはどういうシャトーでしょうか？そうですね、まあ、本当にもうボルドーを代表するシャトーの一つであり、もう世界中にこうアンジェルスラバーがいる知名度の高いワイナリーなんですが、やはり近年こうサンテミリオンの格付けからこう脱退するなど、非常にこう精力的にボルドーの中でも新しい取り組みを積極的に取り組まれていて、まあ、なんといってもそのテロワールをこ うまく表現したボルドーでは比較的珍しいシャトーなのではないかなと思っており、まあ、同時に007だったりとか、まあ、非常にこうプロモーションなんかにも力を入れていて、まあ、華やかなシャトーとしても知られているというのがイメージです。ありがとうございます。そのコンクールといいますと3年以上前から開始をされて、まず一次試験が筆記試験で論文を書かれて、で準決勝では、アンジェルス 前投手のユベールさんとのセッションが行われて、はい、決勝私も見に行きましたけれども、はい、シャトーアンジェルスのプレゼンテーションと、1995年シャトーアンジェルスのペアリングということで、はい、近藤さんの中華料理に合わせてアワビに合わせてペアリングをされたことがすごく印象的だったんですけれども、はい、中華料理とボルドーのマリアージュというのはよくあることなんでしょうか？そうですね、中華料理、まあ、すごくこう味を重ねて仕上げていくようなお料理が中心になるので、まあ、そういった意味ではすごくこう複雑性の高い上質のボルドーワインは非常に相性がいいですし、またシャトーアンジェルスはカベルネフランの持つ、まあ、非常にこうエレガントな酸というのが、まあ、味わいのストラクチャーを作る大きなポイントになるので、まあ、あえてですね、こう観客の皆さんにもそのアンジェルスの多様性みたいなところを伝えたくて、まあ、お肉を合わせがちなんですけれども、あえてシーフードの中華料理で、ご提案いたしました。はい、ありがとうございます。サービスも見事でした。ありがとうございます。それでは、早速テイスティングに入ってまいりたいと思います。はい、本日ですね、テイスティングは6種類ご用意がございまして、3回に分けて、3フライトに分けて行ってまいります。まず最初のフライトが、サガン・メドックから2つのシャトーを行います。まずソシアンド・マレ。ソシアンド・マレといいますとオメドックに位置をしておりまして、サンテ・ステフに隣接しておりますサンスランド・サンスランド・カズルヌ村にあるシャトーですね。クル・ブル、クル・ブルジョアの格付けを返上し、我々は格付けシャトーでもなくブルジョワのシャトーでもなくサンソシアンのマレだと言って、生産量のほとんどがフランス国内で消費をされてしまうので、あんまり日本での知名度は高くないんですけれども、はい、愛好家こそ知るシャトーというイメージです。はい、はい、そうですね、まあ、本当にソシアンのマレは僕の中でもすごく思い出のある、はい、ワインで、まあ、本当に先に説明があった通り日本ではあまり知られてないんですが、まあ通常ならば本当に2級、3級クラスの、まあ、本当に実力を持つっていうふうに歴史的にも言われていて、まあ、当時ですね、私がソムレになりたての頃、パリにあるトゥール・ダルジャのパリレストランでソムレの研修をしていて、本当に鴨料理がすごく有名なお店なんですけれども、まあ、ある日初めてシェフソムレがですね、ワインリストを出されて、まあ、オーダー取ってきていいよと、そこで僕はもう、当時ですね、コスデストゥーデンの2000年をお客様に勧めたんですけども、まあ、その鴨の料理の仕立てがそのテーブルではスパイスだったりとかハーブをすごく使った料理で、まあ、コスデストゥーデンの2000年を取ってきましたと、まあ、ダビッド・リッチェというシェフソムリエに伝えたら、いやお前絶対ワイン分かってないみたいな、こういうハーブとか、まあ、そういったスパイスを使っている料理なんだからソシエンド・マレーを勧めた方が良かったっていうふうに教えてもらって、僕その時恥ずかしながらソシアンドマレのことは知らなかったんですけども、まあ、彼から教わったのはいわゆる対外的な評価ではなくてボトルの中の液体の価値みたいなところに注力しなさいと、まあ、有名だからお客様が喜ぶんじゃなくて
っぱり今目の前にあるお料理、またシチュエーション、まあ、いろんなものを加味して本当にこう最高の一歩を選ぶにはソシアンドバレーがいいんだよっていうふうにその当時ですね教えてもらったことが記憶に残っていて、まあ、それがこう今でもですね、まあ、すごくあのレカのレストランでもソシアンドバレーをこうサービスすることが多くて、そうですか、はい、僕も大好きなシャトーの一つなんですが、まあ、本当にこうポテンシャルの高い、はい、本当に知る人ぞ知るシャトーだなっていう感じですね。そうですね、私も日本ではたまにこう問い合わせがあるんですけれども、はい、本当にボルドーワインが好きな方が好むシャトーかなと、まあ、知る人ぞ知るシャトーですね、はい、ではテイスティングに進んでまいりましょう、はい、2023年あ右手ですね、2023年は、クラシックなブレンドですね、 50% メルロ、 47% カベルネソーヴィニヨンの、3% カベルネフランが入っております、はい、いいですね、まあ、本当にこれテイスティングコメントをさせていただいて、はい、オーメドックに位置しているんですが、サンテステフに隣接しているということもあって、まあ、両者のですね、まあ、テロワールというか良さをこう、表現できているのがソシアンドバレーの魅力かなと思います。というのは、まあ、ややこう内陸に入っていくオーメドックらしい、引き締まった冷涼な酸と、あとはこうタイトなこうタンニンですね、まあ、それに加えてサンテステフらしい豊かな果実味というのがブレンドされていて、まあ、まさに、自分たちは格付けやクリブル上ではなく、まあ、ソシアンドバレだっていうような、個性をしっかりと発揮しているシャトーなんですが、まあ、外観は、まあ、やっぱりこう若々しい、まあ、で深いルビーレッドという感じですね、まあ、中心にこう黒みを帯びたコアみたいなものもあって、まあ、非常にこの果実の成熟度の高さが外観からはしっかりと感じられます。香りは本当にまあ、このブラックフルーツだったりとか、まあ、こう紫のボイズンベリーみたいな非常に凝縮感高いフルーツの香りを中心にしているんですが、本当当時のダビッド・リッチェからのトゥール・ダージャン・パリ の話を今思い出すぐらいグラスから立ち上がるこのスパイシーな香りっていうのは、まあ、非常に特徴的だなと思います。タイムやこう黒、セージのような、まあ、こうセイボリーハーブ、お料理にこう合わせていけるようなハーブの香りがありながら、そこにこうブラックペッパーっぽい少しこうスパイシーなトーンだったり、クローブ、シナモン、少しこうリコリスっぽい甘苦いこうスパイスの官能的な香りというのが、まあ、見事に立ち上がっているかなと思います。ちょっと味わいも、はい、お願いいたします。うまい、ズバリズバリありがとうございます。うまいですね、はい、まあ、でもこれいいですよね。あのすごくソシアンドマレらしい、さっきちょっと説明させていただいた口舌先に当たった時のこの果実味のふわっという柔らかさがありながらも、こうピンと張ったテンションの効いた酸と、あとはこう口の中を乾かせるようなこのタンニン、引き締まったタンニンというのが非常にアプローチャブルでありながらも、まあ、奥行きのあるというか、まあ、ものすごく社交的な印象がありながら、しっかりとしたその人としての奥行きを感じられるような、すでにですか、すでにありますね。樽に入ったばかりのワインで、そのバランスが良くてすごく驚いたんですけども、はい、こんなにまとまっているものなんですね。そうですね、本当にしっかりとテロワールを表現できている、一つなんじゃないかなと思いますね。めちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。ソシアンドバレーは他 の出品のシャトーに比べて少しお値段がお安いので、プリムールを初めて買われる方にもおすすめですね。そうなんですよ、本当に価格が他の有名なシャトーに比べるとすごくこう手が届きやすい価格設定になっていながら、もう本当にこうクオリティ自体は、まあ、有名シャトーとも変わらないぐらいレベルが高いので、ぜひこうエントリーとしてこういうワインを手に取っていただきたいですし、またボルドー大好きな方でもソシアンドマレってまだ飲んだことないよっていう方たくさんいると思うので、ぜひですね、ちょっと試していただきたいですね。ありがとうございます、はい、では早速次のシャトーに参ります、はい、次がですね、こちらも、メドックからサンジュリアンからですね、シャトーベイシュベル、はい、贅沢です、はい、贅沢ですね。はい、シャトーベイシュベルと言いますと、行かれたことはありますか？はい、
若手のソムリエを対象にしたソムリエスカラシップっていうのがあって、まあ、それを優秀賞をいただいた時に、まあ、ご褒美旅行みたいな感じでボルドーの研修があったんですけれども、その時にベイシュベルには、訪問しました。あのベイシュベルといいますと、はい、メドック一美しいシャトーと言われておりますが、はい、いかがでしたか。泊まったんですよね、そこに。あ、そうなんですか。そうなんですよ。もう初日ベイシュベルで、で、まあ、今日の宿泊ここですみたいな、もうそのままあのベイシュベル の, あのシャトーに泊めていただいて、はい、ソムリエってすごいなっていう。ソムリエすごいですよ。コンクール優勝したらこんないい思いできるんだみたいな、本当にいい思いしかないぐらい本当に美しいシャトーでした。いいですね。このベイシュベルといいますと、エチケットにあります船の絵が特徴的ですけれども、はい、16世紀ですね、海軍提督の上官として使われておりまして、こう目の前のジロンド川を船乗りたちが通るときに敬意を払ってこう頬を下げろと、はい、で頬を下げろということで言われていた、あのフランス語ベッセラボアルというのが、まあ、頬を下げろという意味なんですけれども、それがこう由来になってベッセラボアルからベッシュベルという名前がつきました。はい、では早速テイスティングに。はい、はい、ベイシュベルは、まあ、サンジュリアンを代表するシャトーの一つなんですが、サンジュリアン、まあ、他にもボルドーメドックのエリアでは、まあ、有料な村がいくつかある中でも、まあ、特にですね、まあ、それでこうエレガントでバランスの取れたスタイルが、生まれやすいのがこのサンジュリアンかなと、まあ、そんな中でもベイシュベルっていうのは比較的メルローの比率も高めなので、本当に若いうちからしっかりとこう楽しめるような、まあ、それでいながらもサンジュリアンらしいエレガントさを兼ね備えていればゆえに、まあ、長期の熟成もしていける、それでこう長い期間ですね、瓶詰めされてから、こう楽しむ期間というのがあるというのがこの魅力の一つかなと思います。ちょっとこう外観見ると、まあ、先ほどのソシ&マリなんかを比べるとですね、まあ、やっぱりもう少しこう深い色味が紫がかった、まあ、本当にこうブラックルームみたいなね、濃い色調が特徴的です。まあ、すごくこうグラスをこう流れていくようなというか、こう舐めるようなこのしなやかさを感じられる液体が、まあ、すごくこうエレガントな印象を郊外感からも感じさせてくれるかなと思います。ですね、もう香りも非常にこう複雑で豊かですね。ソシ&マレに比べると、まあ、よりこうギュッと凝縮したような、目の詰まったようなこのフルーツの力強い、印象が感じられるので、まだまだ本当にこう眠っているような状態かなと思います。まあ、それで言いながら、まあ、しっかりと、まあ、樽から来るような少しこうスモーキーな印象でしたり、まあ、こうアーシーなとかよく言うんですけれども、アーシー、こう土っぽいミネラルっていうか、アースから来る感じですね。大地を感じる的な、はい、感じなんですけど、まあ、そういったその土から来るようなミネラルだったりとか、まあ、根菜を思わせてくれるミネラルみたいなものも、まあ、奥にこうしっかりと感じられていて、まあ、これはまたサンジュリアンの一つ大きな特徴の、部分になるので、まあ、本当に糖度がこうぐっと上がった質の高いブドウをこう使っているんだなと、まあ、とはいえですね、このフルーツドリブンになっているわけではなくて、しっかりとミネラルだったりとか、まあ、このベイシュベルやサンジュリアンらしい、豊かさをこう香りからは感じられます。ちょっと味わいも見てみます。はい、2023年のブレンドが 61% カブルネソーヴィニオン、 35% メルロの、 4% プチベルドの構成でございます。ちょっとフライングで先にいただいちゃったんですけど、めちゃくちゃいいですね。言葉を失うというか、すごくこう口の中で本当にこうフレーバーがこうたくさんこういろんな要素が立ち上がってくるので、こう口に含んで飲み込んだ後ですね、まあ、すぐにこうコメントをああですねこうですねってこうあまりこう言いたくないというか、まあ、戻ってくるこのフレーバーをこうゆっくりと楽しみたい、本当にいいシガーをこう食い出している時のような、そういったこう本当に上質な優雅な時間をこう演出してくれるなと思うんですが、やっぱりこのカブレネソーヴィニオンの力強いストラクチャー、少しこう骨太な酸とストラクチャーをこ う, うまく作っていながらも、メルローらしい本当にこうソフトな印象、豊かな果実味というのが非常にこう見事に折り重なっていて、まあ、それがこうアフターの要因につながっていくんですが、
長いですね。長いです。この要因めちゃくちゃいいですね、うん、今でもまだ口の中に残ってるぐらいで、本当にこういいシガーやカカオだったりとか、はい、すごくコーヒー豆みたいな香りもあったり、ものすごくこう優雅ですね、はい、すごい印象です。ちなみに先ほどのソシアンドマレのアルコール度数が14度、はい、ベーシックが 13.3 とあるんですが、はい、やはりあの2020年、22年のような、はい、すごく日照量が多くて暑かったヴィンテージっていうのは 14.5 まで上がっちゃうともかなりあるんですけども、はいはい、このぐらいだと日本でもすごくこう飲みやすいといいますか、合わせやすいなという感じがあります。そうですね、まあ、本当にアルコール度数も一つこう味わいや香りを作る上では非常な要素にはなると思うんですけれども、まあ、13.5 でしたっけ、3.5 になりますね。 13.5% 前後ですと本当に幅広いお料理の提案もしていきますし、やっぱり 14% を超えてくるとメインにこう合わせていきたいのがお肉料理だったりとか、まあ、少しこう味わいがしっかりとしたものをこうご提案したいなと思うんですが、 13.5、まあ、従来のこうボルドーらしいスタイルっていうのは本当にアンデルスのコンクールじゃないんですけれども、シーフードからお肉まで、でこうまた幅広いジャンルのお料理と合わせていけるスタイルかなと思います。はい、ありがとうございます。では、テイスティングに進んでまいりましょう、はい、セカンドフライトが、こちらがサガンのイサック・レオニアンとか、はい、ドメーヌ・ド・シュバリエの、はい、赤白両方ご用意をしております。ドメーヌ・ド・シュバリエはルグランも毎年本当に大人気の銘柄で、はい、完売になるんじゃないかと、ね、すぐ、はい、動きがあるシャトーです。へえ、そうなんですね。ドメールとシュバリエっていいですよね、まあ、もうルグランのじゃあお客様は皆さん相当ワイン通な方が多い。そうですね、そうですね、もうワインに見識の深い方が多いのかなと思います。ルグランのショップでは、はい、ドメールとシュバリエのセカンドをグラスで提供したりもしてるんですけども、すごいいいですね。すごい気軽ですけどしっかりしていて、はい、いや本当にいいシャトーで、ドメールですね、もうドメールと名乗ってますからね、まあ、シャトーではなくもここはドメールですね。まあ、ベサック・レオニアンって、まあすごくこう大ぶりをなんかでも有名なエリアですけど、まあ、ドメールのシュバリエだけはボルドーの中でもちょっと異質なのかなと思います。まあ、ちょっとこうネブラからも外れた森の中にひっそりと佇む、まさにドメールのようなワイナリーの運営をしているんですけども、もう森に囲まれてますよね、シャトーね。そうですね、非常にこう素朴な印象があって、正直、まあ、本当にかつての80年代だったりとか90年代の前半のドメールとシュバリエって、どちらかというとドメールのシュバリエ の, このスタイル自体が非常にこう割とこう洗練された印象が多いので、日照量に恵まれない年なんかは、まあ、ちょっとこう果実味に欠けてしまうなっていうことも感じるヴィンテージも中にはあったんですけれども、まあ、近年ですね、まあ、特に2010年以降のドメーヌとシュバリエっていうのも本当に素晴らしくて、ある種のこうブルゴーニュを彷彿させるような、まあ、エレガントさや気品さというのが感じられるのが、まあ、このドメーヌの特徴かなと思います。ありがとうございます。では赤からいきましょう、はい、2023年のブレンドはカベルネソーヴィニオンが 63%、はい、メルロが 30%、プチベルド 5% の 2% カベルネフランが入っております。なるほどです。外観は、ね、並べると本当にやっぱ分かりやすいですね、うん、こう赤色、はい、赤いこう明るいですね、赤いルビーの色が、まあ、特徴的ですね。軽やかな、そうですね、印象がありますね。本当に香りもちょっとタッチが変わってきますね、うん、非常にこう繊細でエレガントな印象が、まずトップローズには上がってきます。赤い熟した果実をこう中心にしながら、スミレの香りだったりとかローズペタル、ラベンダーっぽいこう華やかでフラワリーなこう香りっていうのがぐるっとこうグラスいっぱいに上がってきていて、こう少しこう空気を含ませると、ね、こうシャンピニオンっぽい香りがあったりとか、まあ、少しこうこれもセージっぽい、ね、ハーブの香りがあったり、清涼感を与えてくれるような、
印象があります。ちょっと味わいも、はい、失礼します。いいですね、めちゃめちゃいいですね。贅沢な、贅沢ですね本当にタイプが違って、そうですね、あのドメインと縛りらしさがもう前面に出てるなと、はい、もう本当に綺麗な3というのが、まあ、アタックからもピーンとこうあのピアノ線を張ったような、緊張感のある3、まあ、それで言いながらエレガントな3、タンニンのキメもすごく細かくてしなやかなので、もう舌に溶け込んでくるような柔らかさがあって、まあ、果実味も非常にこう抑えが効いていて、まあ、全体的にもものすごくあのスレンダーでエレガントな印象があって、まあ、これも本当に当時パリで検証してる時にも教えてもらったんですけど、ドメイヌド・シュバリがボルドン の, あのパリコレのモデルだみたいなことをこうシェフ・ソブリがおっしゃっていて、まあ、比較的こう勝ち味が豊かでグラマーのスタイルが多い中で、ドメイヌド・シュバリっていうのはもう本当にあのコレクションモデルのような引き締まった非常にこうあのスタイルのいいあの印象があるんだよっていう話も当時聞いていて、はい、まさにそのままが投影されているのがこのヴィンテージの特徴かなと思います。あの2022年ヴィンテージ、昨年のプリムールのこの配信では、はい、ドメインド・シュバリエの当主のオリビエ・ビルナールさんを迎えて、はい、あの配信を行ったんですけれども、はい、彼自身は結構こう力強い感じで、ガッチリしてるエレガントとの、あの確かに少しギャップがあるような、はい、すごく気さくな方だったんですけれども、そうですね、確かにあの本当に気さくで柔らかい方ですけれども、まあ、少しこうワインの話になると職人的な、そうですね、はい、本当にある種のドメールらしい、うん、本当に職人的で素朴な部分もありながら実直な方だなというのが、はい、ワイン作りもしっかり投影されているのが、まあ、このドメールの魅力ですね。ありがとうございます。はい、素晴らしい。それでは、ドメール縛りへ白に移ってまいります。はい、ドメールとシュバリエは赤のクオリティももちろんなんですけれども、はい、白も非常にレベルが高いというのが、まあ、本当によく知られていることなんですけれども、まあ、砂質の土壌、まあ、砂だったり砂利の土壌でソービニオンブランを中心に植えているので、ちなみにこれってブドウのパーセンテージ、こちらも結構クラシックなブレンドで、はい、70% ソービニオンブラン、うん、30% がセミオン、ね、なるほどですね。本当にですね、こう水はけのいい土壌にソービニオンブランを植えるので、まあ、その分非常にこう緊張感がありながらもこうグッとやっぱりあのタイトな印象が出るんですよね。でソービニオンブランらしいハーバルで華やかな香りもあるんですけれども、やっぱりブドウがこう水はけがいいところで育つ分ギュッと凝縮感も出るので、まあ、その分果実味も乗ってですね、まあ、力強い、まあ、それにながらエレガントな、白に仕上がるのが、まあ、このドメールの特徴ですね。外観はもう香り、外観も色調すでに、まあ、少しこうゴールデンがかったレモンイエローという感じで、まあ、非常にこうリフレクションというかシルバーのこうパーンとこう跳ね返ってくる輝きが非常にこう優雅なジュエリーを見ているような印象が、美しい表現ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、あの褒められると照れちゃうので、真面目にやらなきゃいけない。お願いします。はい、そうですね、はい、まあ、そういったその、輝きが非常にこうエレガントな印象というのは外観からは感じられます。おー、いいですね、香りも。これも言っていいのか分からないですけど、色気ムンムンって感じですよね。そうですね、あのまだすごく若々しいワインなんですけれども、あの香り豊かですよね。すごく色気のあるこう香りっていうと、そう抽象的なんですけども、ね、ぜひ皆さんにもちょっとこのグラスで、ね、このドメールド・シュバリエの汁を飲んでいただきたいです。僕の言ってることがなるほどって感じるぐらい、まあ、すごく妖艶な感じがあって、あと柑橘のフルーツだったりとか、あとはあの白桃だったりアプリコットのようなこう甘い甘味な香りっていうのが中心にはなるんですけれども、本当にこうライラックだったり、うん、ほんのりこうジャスミンを思わせるような、ね、少しこうマリーゴールドっぽい甘い花の香りなんかも感じられて、ここにこうコリアンダーとか、まあ、少し、こういったスパイスの香りも加わってくるので、まあ、非常にこう豊かでありながら、ある種のこう香水をこう、ね、あの感動が出るような、豊かさは感じられます。
いい出来です。素晴らしい。昨年 のテイスティングコメントでは、他のゲストの方から、ドメンド・シュバリエは赤白ともに層になっているという素晴らしいコメントをいただいたんですけれども、私もそれをすごく感じます。本当にレイヤードしているような、こう綺麗なシルクの生地が折り重なっているような、非常にこう繊細でありながら多層的な印象が赤も白く感じられるんですけれども、まさにこちらもそうですね。ソーヴィニョン・ブラン中心のワインってイメージすると、比較的こうはつらつな印象があるかな、こうカジュアルでフレッシュでみたいな、まあ、ただこちらの、白ワインに関しては、まあ、ものすごく、まあ、重層的ですし、こうエレガントで、ね、こう余韻がめちゃくちゃ長いんで、まあ、それでいながら本当に赤にも共通するような、舌にこう染み込んでくるような果実味や酸、あとはフレーバーというのがもうこう液体にしっかりと溶け込んでいる、まあ、それでいながら、ね、層をなして感じさせてくれるような豊かさがあります。ありがとうございます。これからワインは熟成に進むわけですけれども、はい、現段階でブドウのポテンシャルをすごく感じられる、はい、そうですね、素晴らしいワインでした。本当に果実の凝縮感がしっかりとありながらも酸がきれいに残っているっていうのが、まあ、このドメーヌ・ド・シュバリエは赤も白も一貫しているので、はい、まあ、それでいながらセンスオブプレイスというか、まあ、テロワールもしっかり表現されていて、まあ、ちょっとこう飛び抜けていいなという感じはありますね。ありがとうございました、はい、ではテイスティング最後のフライトに参りましょう、はい、最後はですね、ソーテルムよりシャトーギロー、はい、辛口の白と、はい、甘口をご用意しております、はい、ギローの辛口のジェドギローって言いますけども、はい、めちゃくちゃコスパいいんですよね。そうですか。価格がいい、すごい。あまりこのソーテルムの辛口というのは、はい、あんまり残念ながら日本で見る機会はないんですけれども、今注目されてますね。そうなんですよ。もうソーテルムってもともとは本当に土壌にもものすごく恵まれていて、まあ、もちろんこのボトリティスっていう寄付金がつく、まあ、本当に世界でも見ても希少なエリアだけに、まあ、甘口ワインの産地として歴史的に知られているんですが、まあ、そのボトリティスが発生しなくてもですね、ものすごくこのテロワールとしては優れていて、まあ、ソーヴィニヨンブランやセミヨンが本当にこう長期のミネラルを伴って、感じられるようなスタイルの、辛口白なんかも作られているので、まあ、実は結構辛口も狙い出るっていう。ギローはすごく先進的なシャトーですね、まあ、初めて樽発酵白ワインでボルドで行ったシャトーだったりとか、あとは有機栽培、まあ、この辺りにも注力していて、ソーテルムでは初めて、まあ、そういった有機の認証を得るような、非常にこうソーテルムの産地でもリーダー的な存在だと思うんですけれども、まあ、そういう意味では辛口にもものすごく力を入れているのかなと思います。まあ、外観は先ほどのドメーヌ・ド・シュバリエに比べると少しこう黄緑の要素が強いのかなと思いますね、はい。まあ、それでいながらもしっかりと、まあ、輝きも、ね、綺麗ですし、ちょっとこう深みをこう感じさせてくれるような美しさがあります。まあ、香りも今のところちょっとこう温度も冷えているのでやや控えめかなと思うんですけれども、まあ、というのは、まあ、決してその香りがないわけではなくて、まあ、まだちょっとこう内に潜っているような感じですね。先ほどのドメーヌ・ド・シュバリエなんかはグラスのこう外に向かって香りが立ち上がってくるので、まあ、ものすごくこの華やかさを感じられたんですけれども、まあ、ちょっとこいつまだシャイなのか、こうグラスのこう内側にこう香りがこう潜っていくような感じがして、まあ、それでいながらも奥にはしっかりとさまざまな香りが感じられます。こう柑橘系の香りもちろんあるんですけれども、まあ、どちらかというとこうバレンシアオレンジというような、まあ、少しこう甘い柑橘の香りというのが中心に。こちらブレンドが 65% セミヨン、 35% がソーヴィニヨンブランですので、はい、セミヨンの特徴もしっかり出ていると。そうですね、まあ、ちょっとブレンドを見る前にコメントを始めちゃったんですけど、確かに 60% セミヨンですね。失礼しました。やっぱりそのセミヨンが中心になっているっていうのはもうしっかりグラスから、うん、セミヨンらしさというとこういったオレンジの香りっていうのが強く感じられるんですが、まあ、それがしっかりと綺麗に出ていますね。
それでなんかこうレモングラスとかね、こうレモンバーベナのようなこうハーブの、ね、香りがして、まあ、少しこういいアンフュージョンフレッシュハーブティーをここで香ってるような、清涼感と香りの華やかさがあります。で少しこうヨーグルトっぽい印象も感じられますし、まあ、こう生のねこうアーモンドだったりとかヘーゼルナッツ、カシューナッツっぽいトーンもほんのりと感じられて、まあ、ソーテルらしい長期なミネラルというのも十分にグラスからは感じられております。いいですね。どちらかというと香りは非常に繊細なんですが、味合いの部分では結構しっかりとしたこの果実味が感じられますね。こう舌を包み込んでくれるような、柔らかいこの果実味が口いっぱいに広がっていながらもフレッシュな酸っていうのが、同時にですね味わいのバランスをとっているので非常に心地いいです。まあ、それでこうアフターのフレーバーを飲み込んだ後に戻ってくるこう香りなんかは比較的こう弾けるような、こう石を砕いた時のこうミネラルというのがパンとこう感じられるので、こうフレッシュながらも奥行きを感じさせてくれるような、はい、まあ、それでソーテルヌの辛口の白をしっかりと表現していますね。あのドメインブシュバリエの白が16ヶ月から18ヶ月樽熟成を経るのに対して、うん、この、ジェドギロは6ヶ月なので、はいはい、かなり果実味が残ったフレッシュなスタイルに仕上がりますかね。本当に飲み比べたからこそ分かるんですけれども、やっぱりジェドギロっていうのは若いヴィンテージのうちに楽しみたいワインだなって思いますし、まあ、同時にドメインド・シュバリエってなんか数年寝かしてから、はい、まあ、しっかりそのポテンシャルの底からしっかりこう引き出したタイミングで、まあね、大きなグラスでゆっくり、時間を楽しむように、楽しみたいワインだなっていう感じしますね。ありがとうございます。では甘口ですね、はい、こちらはほとんどブランド比率は同じです。はい、甘口のワインもやっぱりあの我々からするとテイスティング、まあ、評価がすごく難しいイメージがあります、はい、そうですね、まあ、やっぱり、まあ、糖度がものすごく高いブドウを使う分、まあ、どうしてもこう甘みっていうのは語味の中でも非常に主張の強い要素の一つなので、まあ、ただただ甘いとただもう本当にこうべちょっとこう舌にねあのまとわりつくような嫌な甘さっていう感じで残ってしまうんですが、やっぱりこうソーテルヌのような代表される甘口の名城地というのは、まあ、非常にやっぱり綺麗な酸が残っていて、まあ、品のある甘さを感じさせてくれるというのが特徴ですね。なのでいいソーテルヌだったりとか、熟成させたいなと思うソーテルヌはしっかりと酸をこうフォーカスしてテイスティングしていただくとよりその良さが分かるのかなと思います。まあ、外観はもう本当にちょっとこうベージュがかったようなこう深い、ゴールドという感じがします。香りは、まあ、アプリコット、あとは黄桃だったり、まあ、少しこうマンゴーのこう甘い香りがこうぐっと感じられながら、まあ、よく蜜ろうとか言うんですけれども、本当にこう蜂蜜っぽい感じがあったり、お花の蜜っぽい甘い香りが感じられますね。あと一つやっぱり共通しているのは、辛口の白と共通しているのは、ものすごくこう長期なミネラルというのもこの段階でしっかりと感じられる。まあ、これがやっぱりソーテルヌの優雅さの一つの要因になっていると思います。ちょっと味わいも。はい、お願いします。そうですね。やっぱこう甘みに負けないぐらい酸がしっかり乗ってるっていうのが、まあ、この、ギロの大きな特徴なのかなと思います。まあ、このヴィンテージの特徴というのもあると思うんですけれども、まあ、ソーテルヌでそもそも相当糖度が高いはずなんですけれども、はい、まあ、それをこう感じさせないぐらい非常にこう綺麗な、しなやかな酸というのが、こう甘みと融合してというか融合して感じられるので、本当にあの変な食中でも楽しめるぐらい、はい、バランスの取れた仕上がりになっているなと思いますね。あのソーテルヌというと皆さんこうデザートワインというイメージがある方が多いと思うんですけれども、はい、実は若いうちから楽しめて、あのボルドーではアペリティフとしてもよく飲まれるんですけれども、はいはい、若いソーテルヌっていうのも、そうですね、はい、いいですよね。まあ、本当に
イメージとしては、ね、やっぱり食後のデザートだったりお料理に合わせる場合でも、まあ、フォアグラだったりとかある程度こう限定された合わせ方みたいな提案しかなかったと思うんですが、まあ、特に近年のソーテルの全体っていうのは非常にそのバランスの良さだったり酸のこのレベルの高さというところに注力しているので、アペリティフから場合によってはグラスに少し氷を入れて、まあ、冷やして楽しむようなシチュエーションもいいですし、まあ、こうグッとね、お食事が始まったタイミングからでも例えばこうエビやホタテ、イカのようなこうねっとりとしたこう甘みのあるようなシーフードなんかと実はソーテル、フレッシュなソーテルって相性が良かったりと、やっぱり近年のソーテルはこう幅広いシチュエーションで楽しむことができるので、まあ、ものすごくこうソムリエとしても懐刀みたいな、はい、こうお客様をこう驚かせながらもこう楽しませてあげれる、まあ、一つ、大事なアイテムになってきているなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ルグランではですね、ルグランワインマーケットで全部で60銘柄ほどのプリムールをご案内させていただいているんですけども、近藤さんにはですね、今後、はい、まあ、今年の出品で特にあの注目をしたいシャトー、まあ、プロとして注目をしたいシャトーを、はい、メドック、サクレオニアン、はい、ウガンで少し名前を挙げていただければなと思うんですけれども。そうですね、メドックだと、まあ、今日テイスティングして改めてって感じた部分では、まあ、ソシアンドマレー、はい、オーメドからの、ワインですけれども、はい、まあ、冒頭でお話しした通りやっぱりこう格付けだったりとか対外的な評価ではなく、まあ、ボトルの中 の, この品質の高さを、感じる、まあ、いい意味でのサプライズだったり新しい発見で、これをご覧いただいている皆さんもボルドーも飲み尽くしたって方結構多いと思うんですけれども、はい、まあ、そんな方にとってもですね、このソシアンドマレーまだまだ日本では知られてないっていう部分では新しい発見にもつながりますし、まあ、その皆さんの期待にも応えられるあのポテンシャルが十分に発揮されているワインだなというので、メドックからはソシアンドまで。ありがとうございます。ぜひ、はい、はい、飲んだことない方にもお楽しみいただきたいです。そうですね、はい、ではメドックソシアンドまでをいただきまして、はい、どうでしょうか。サックレオニャン、サックレオニャンはやっぱドメーヌの縛りが強いですね。レベル高すぎてやばいですね、はい、これはまあ、ほんとこう白、赤、一貫したそのドメーヌ・ド・シュバリエのスタイルと、まあ、先ほど の, そのコレクションモデルのような話をしていたようなエレガントさだったり品を感じられますし、またこう近年の、ね、食のスタイルだったりとかさまざまなお料理とも合わせていけるキャラクターなんかもものすごくおすすめなので、まあ、ぜひこれは早いうちに、ご購入いただきたいな、まあ、レカーヌも買いたいなって思う。よろしくお願いします。はい、ちょっとあのテイスティング会でも一つシャトーを挙げていただければと思うんですけども、たくさんある中で、そうですね、ちょっとちらっと話したと思うんですが、はい、カベルネフランっていう意味では、はい、あのカルムドオブリオン、はい、サガンレカルムドオブリオンですね。あ、そうそう、レカルムドオブリオンですね、はい、まあ、サガンなんですけれどもカベルネフランをベースにしてワインを作っているシャトーで、はい、まあ、非常に近年やっぱりそのフランの可能性だったりポテンシャルが上がってきてるっていう意味では、今ぜひテイスティングしていただきたい、はい、ワインだなと思います。ありがとうございます。サックレオニャンからはドメントシュバリエとレカルモオブリオンを選出いただきました、はい、ではウガンも、ウガンといいますとコモロールサンテミリオン広いですけれども、そうですね、はい、まあ、本当にウガンはアンジェルスですね。一択でございます。一択でございます。ありがとうございます。ウガンといえばアンジェルスガンというかアンジェルス、はい、そうですね、まあ、あのでアンバサダーをやってるから、はい、アンジェルスをしたいっていうわけではなくて、本当にあの彼らのワイン作りの取り組み、はい、ものすごくこう情熱的で紳士的ですし、まあ、それでいながらも、サンテミリオン、まあ、こう一括りにされがちなんですが、はい、まあ、ピエドポートというそのテロワールを十二分にこう表現するためにはどうすればいいのか、まあ、本当彼らがこのブドウ栽培をワインにかけている情熱っていうのは、まあ、世界のワイン産地の中で見ても飛び抜けて高い、ファッションを持って彼らはそれに取り組んでいて、まあ、またその努力というのが、まあ、しっかりとワインにこう投影されていて、まあ、すごい勢いでこうレベルが上がってきている。もともとレベルの高いシャトーですけれども、まあ、近年のアンジェルスはまたその華やかさやエレガントさが見事に表現されているので、
まあ、ぜひですね、まあ、最近アンジェルス飲んでないなっていう方にも、まあ、ちょっとこう手に取っていただきたいなという意味で、ウガンからはアンジェルス、はい、ありがとうございます。ウガンからアンジェルスを選出いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではですね、ここで事前にいただいた質問をいくつかお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、皆さんたくさんご質問いただきましてありがとうございました。まずですね、近藤さんがレストランでボルドーワインをサービスする頻度をお伺いしたいんですけれども、はい、やはりもこの近年のブルゴーニュブームといいますか、はい、その中でボルドーってどういう位置づけなんでしょうか。印象的にはなんとなくこうね、市場のイメージではブルゴーニュ一辺倒っていうイメージがあると思うんですけれども、僕たちのレストランはフランス料理屋さんなので、クラシックなフレンチの、仕立てをベースに現代風に表現しているんですが、やっぱりボルドーワインの活躍できる幅って多いんですよね。ブルゴーニュってある種、まあ、素晴らしいんですけれども、提供できるシチュエーションっていうのがある程度限定されていて、まあ、シーズンそうですし、合わせる食材もそうですし、まあ、それに引き換えですね、ボルドーっていうのは、まあ、本当にシャトーのキャラクターも、様々ですし、まあ、同時にですね、まあ、特に近年また、そこに帰ってきてますが、フルボディというかミディアムフル、まあ、しっかりとした、凝縮感や果実味を感じられながらもボルドーらしいエレガントさというのも、あるので、まあ、そういう意味では実は、僕たちのレストランなんかではボルドーワインがサービスされる機会がものすごく多くて、はい、日によってはブルゴーニュなんかに全然ボトルが開くっていうのもしょっちゅうありますね。はい、ありがとうございます。では最後なんですけれども、プリムールワインの楽しみ方として本数ですね、はい、いろいろこう1本、3本、6本とかこう選べるんですけども、はい、何本単位で購入をするのが一番楽しめますかね。やっぱりある程度本数を、ご購入いただいた方がやっぱり定点観測っていう意味での楽しさもあるので、はい、まあ、そういう意味では、まあ、6本だったり、まあ、12本だったりとか、はい、まあ、こういった、本数でご購入された方が、まあ、プリムールの楽しさを感じていただけるのかなと、まあ、それぐらいやっぱりボルドって熟成もするワインなので、まあ、ぜひですね、まあ、許す限りで、はい、お家のセラーに入る限りだと思うんですけれども、はい、まあ、多くストックしていただいた方がプリムールを楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。お家のセラーも限りがあると思いますので、ぜひ寺田倉庫さんにお預けをいただいて、ね、3年ごとにこう1本ずつ、ね、いいですね、楽しみながら、はい、贅沢ですね。めちゃくちゃいいですね、それ。やっぱりね、やっぱりこういういいワイン長期熟成させようと思ったら、セラーの管理、品質ってものすごく大事なので、はい、まあ、お家のセラーでもレインセラーでも問題ないんですけど、やっぱり長期熟成、そうなんですよ、させるんだったら確かに寺田倉庫さんのような、はい、しっかりとした環境で、大事に、ね、熟成させていくっていうのものすごくいい提案だと思います。ありがとうございます。ではですね、そろそろ配信終了の時間となりました。近藤さん、本日は本当にありがとうございました。また視聴者の皆さんも最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この後ですね、オンライン上でアンケートを実施しておりますので、ぜひご協力をいただけましたら幸いでございます。またルグランではですね、 SNS でも最新の情報を発信しておりますので、皆様ぜひフォローをお願いいたします。それでは本日は誠にありがとうございました。寺田ワインマーケットのプリムールサイトにて皆様お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。